はい、ミシンチャンネルのミシンです。てなわけで続きやっていきましょう。はい、まあ、さっき、の続きからですね、ちょっと休憩しながらご飯食べてきました。はい、いやー、なんともなんだろうね、嬉しいんだけど、いやー、あれですね、はっきりしなきゃっていうのは難しいですよね。いやまあ、こっからレン君がどうするのかをみんなで見ていきましょう。はい、てなわけでアイキス、ひなやがルート続きやっていきましょう。カンの先輩に声をかけられてハッとする。なんか冷たいなと思ったら、筆を洗っていたつもりが腕に水道水がかかっていたままぼーっとしていた。一旦筆とバケツを置いて水を止めると、先輩がタオルを差し出してくれた。大丈夫？今日は水分と調子が悪そうだけれど。昼飯の時も箸を落としてたり、珍しく、いや、初めて味付けミスってたり、なんかボロボロだったよな。風邪でもひいたか？ちなみに洗濯授業の都合で、まだ午後の授業が全部終わってない日向と綾は来ていない。なんか久々にこの先輩方お二人になんか会った気がする。うん全く会ってなかったわけではないんだけど、なんかちょっと今は、改めてホッとしてます。あ、いや、体調は多分平気なんですけど。うおー、菅野先輩がいきなり俺と額を当てて熱を測ってきて、思わず声を上げてしまった。熱はないみたいだけれど、ずいぶん目が疲れてるわね。寝不足か何か？後輩が寝不足？そういえば双子も何か様子がおかしかった気が。安先輩に言われた言葉で全身がこわばってしまう。あまり言いたくはないけど、そこまで露骨な反応をしてしまうのもどうかと思うわよ。違うんです。別にアン先輩が想像してるようなことがあったわけではないんです。ほっほーほーほー、うちが一体何を想像してるっていうのかな。どエロいことでしょ。まったくアンってば、相変わらずむっつりなんだから。逃げろ後輩、多分この人お前が実際にやったことより数段上の想像してるぞでしょうね。想像しても口にしなければいいですし、実際には何もしてないんですけどね。あら、してないの。そう、なんで菅野先輩は心底残念そうにしてるんだろう。そこの実はかなりやべえ枠の先輩のことはともかくとして、何があったんだ？なんだかんだで心配してくれる様子のアン先輩と、心配だけではなく溢れ出す興味が隠しきれない菅野先輩。誰かに話すのは気が引けたけれども、相談できるのもこの二人くらいしかいない。それに先輩たちなら大丈夫という信頼もあった。昨日ひなとあやに別々に告白されまして、初めてのことでどうしていいのか。あら、まあ、と特に考えなく言う菅野先輩と、怪訝な顔で首をかしげるアン先輩。え？初めて？今まで一度もそういうのを言われてなかったの？どうやら菅野先輩の様子を見ると同じように考えていたらしい。ありませんでしたね。タイム！まさかのタイムを取られ、俺の目の前で先輩二人がひそひそと漏れ聞こえる程度の声で会議する。タイム終わり。それで？今どんな相談されたのかかなり気になりますけれど、ともかく急なことだったんでどうしたらいいのか。急？短い一言にここまで不可解さを込められた経験はなかった。アンの言いたいことはわかるけれども、それはそれとして、池永君は一体どんなことで悩んでいるの？お前
さてはなんだかんだいつまでもこのままの関係でダラダラ過ごせると思ってたな。そんなことはないですよ。あ、いえ、冗談抜きで。ないんですけど、まだ5年ぶりに会って2ヶ月くらいでしょ。6月くらいか。正直、今のひなとあやとどう付き合えばいいのかまだよく分かってなかったところで、こうなってどうしようかと。それは三枝さんたちも同じだったと思うわよ。ひなとあやも同じですか？ええ、きっと二人も今の池永君とどう付き合えばいいか考えていたと思うの。そんな風には見えなかったかもしれないけれど、うちにはわかるかな。なんとなく二人とも後輩にどこまで甘えてもセーフなのか探り探りって感じあったし。アンも私にどこまで甘えていいのかその節度を確認していた頃があったものね。言われてみて、確かにひなとあやもどの程度までなら俺が受け入れるのかを確かめていたのはわかる。まあ後輩が割と何でも OK だったから、どんどん体当たりが増えてた上に限界が分からなくなってたようにも見える。そうね、と先輩が理解ある顔でうなずく。だけど幼馴染で美少女の双子から同じ日に別々で告白されて、俺は三角関係になるのかな。正直今までは池永くんが二人の共有物みたいに見えていたから三角関係って言葉で見てなかったわ。わかる。姉妹が一つのブロックになってて、そこに後輩とラインが一本つながってる感じというか。わかる。確かに俺を挟んでひなとあやがどうのこうのってのはなかったわけですけど、今まではな。にやりとアン先輩が悪い顔で笑う。というか改めてすごいな、双子に告白されるってどういう気持ちになるんだ。というかこれどう決着つくの。ダメだ、この先輩完全に漫画とかアニメの最終回が気になるって顔してる。ちなみにアン、池永くんたちみたいな状況って漫画とかアニメの場合はどうなるのかしら。第1話で双子の片方が死んじゃったり、あとは付き合わなかった方に刺されたり、最終回でも決着がつかない肥沃の連理エンドだったり。みんなは一体どんなアニメや漫画ゲームを想像しましたか？俺は今いろいろ心当たりがあるものが思い浮かんだよ。参考にしない方がいいっていうのは分かったわ。自分で話を振っといて笑顔でバッサリ役立たずだって切り捨てるのはどうかと思いますよ。アン先輩の講義を完全に無視して、カンノ先輩は俺の方を向く。池永くんからすると急な話で慌ててしまっているんでしょうけれど、一つ一つ落ち着いて考えてみたらどうかしら。副音声でお前こうなるの分かってたんだからもうちょっと準備しとくか考えておけよって聞こえたのはうちだけかな。大丈夫です先輩、俺にも今の副音声は聞こえました。何のことかしら。ともあれ今が楽しいのもわかるし、そこで関係が変わるのが怖いというのもわかるわ。あまあそれはわかるよ、昔から仲良くて特別大事な友達だったんだもんな。そんな友達と好きだ嫌いだ振った振られたでもしかしたら友達じゃなくなるかもしれないなんて不安になるよな。俺の不安を遠慮なく口にする先輩、あまりに直球すぎて心にダメージがくる。ええ、はい、ひなとあやとは大人になっても一緒にいるような気がしてたんで。それは子供の頃の話だ、一度離れ離れになってからその限りじゃないというのは分かっていたけれども、再会して今度はもう離れ離れにならず、俺たちが望む限りそうなるかもしれないと思うようになっていた。女の子としてどうというよりもウェイトが重い位置にいるのよね。というかさ、それって何かこう本当にはっきりさせる必要あんの？あなた時々
予想してないことをぶち込んでくる時があるわよね。けれど興味があるわ。どういうことか詳しく話してみて。アン先輩は自分の席で椅子の上にやくらをかきながら首をかしげる。いや、そう、向こうは双子だし、何がどうなっても家族だし姉妹だし血のつながりがあるわけだろ。ここで後輩がどっちか選んだからって距離を置いたりできるわけもないし、もう生まれた時から一生の関係なのは決まってるわけで、だったら後輩をめぐってギクシャクするようなことになるよりは、何かうまいことなーなーにして軟着陸する手段を探すのも手じゃないのかなーって。その着陸が軟着陸にならないで爆発したり事故を起こす可能性もあるわけだけれど。そうですねつまり何をどうしても事故る可能性はあるわけだな。結局何一つ解決してないですね。そうね。だけどここで私たちと話をして解決するような問題かしら。いえ、俺がしっかりしなきゃダメな話ですからね最初からそれは分かっていたんでしょ。相談というか思考の整理というか、聞き役くらいにはなるし、よほどのことがなければ味方もしてあげるけれど、長い付き合いだったんだもの。関係性が変わるかもしれない天気っていうのはやっぱり不安になるわよね。そうだ俺は変わってしまうことが怖いんだろう。けれども変わるかもしれないということは理解しておいた方がいいわ。でないと自分で選択すらできなくなることもあるでしょうね。ああ、多分大丈夫だろうと思ってたら、なんか流れであれこれなって後からあの時に動いとけばよかったって思うやつ。先輩、実感こもってますね。やめよう、自分で言っておいて、いろいろ思い出して吐きそうになってきたわ。アン先輩もいろいろあったみたいだからな。とはいえ、だからって焦ってもろくなことにならないんだけれど。なんか不安になってその場どうにかしなきゃで返事して、後からもうちょっと考えて動けばよかったって思うやつ。実感こもってるのさすがね。やめよう、自分で言っておいて、いろいろ思い出して吐きそうになってきたわ。どうしてこの先輩は弱点がこんなに多いんだろうか。ありがとうございます。とりあえずどうすればいいか今はきちんと答えは出せませんけど、でもちゃんと考えたいし二人にもその話をします真摯な態度を見せておくのはいいと思うわ。ただ余計なことを言うならいつまでも引き延ばさない方がいいと思うわ。なんかこういい感じのタイミングとかないのか。近いうちに誕生日があるとか。言われてパッと思い浮かばない。特に俺たちに他の記念日みたいなものもないし、ひとまず今やってる課題落ち着くまでとかその辺で考えてみます。それでも区切りがあった方が俺の方も覚悟が決まるだろう。そのくらいならまあ、と言っても三枝さんたちが納得するかどうかだけれど。いつもなら後輩がイケボ風に真面目な顔して耳元で囁けば一発だろとか言っちゃうとこだけど、今のタイミングでそれをやっちゃうと完全に悪人よね。分かっててやってるよねって感じだもんねやりませんし、やったことないですからね。少なくともその記憶はないのに、二人はなぜか似たようなことはしてるくせにという様子を見せるのだった自覚はないかな？